こんにちは。はい、フロリダまで来ました。お久しぶりです。お疲れ様です。いや、アメリカいいよね。なんかのんびり感があって素晴らしくこういいし、なんか日本で見る表情よりも、はい、シーズンに入ろうとしてるのに少し緩やかだよね、はい、あ、本当ですか。なんか向こうはさ、はい、いや、毎回、いや、俺、見ないで、みたいな、そんな感じだったけど、いや、こっちはあんまりフリーじゃない、はい、そうですね、はい、いや、だからなんかこう本当のマイケンがいるなみたいな。本当ですか、はい、すみません、はるばるアメリカまで。いや、もうお礼に来ました。ありがとうございます。でもそのついでにと言ったら変だけども、はい、まあね、YouTube に出演してもらってるけども、はい、どうですか、チームが変わって、はい、デトロイトというチームは、はい、まだ合流して1週間ぐらいしか経ってないんですけど、うんうん、まあ、すごくこう若い選手も多いですし、うん、なんかいい雰囲気というか、うん、みんないい人ですし、うん、すごく入りやすいというか、はい、うん、馴染めてると思います。ブルペンに入ったのは何回目？2回目です。ものすごい仕上がり順調だよね、なんか見てると。順調ですね。まあ、前回よりもすごく今日は良くなっていて、うん、投げてるボール全体的に良かったですね。数字も良かったですし、うん、はい。なんか日本のピッチャーがどんどんこうメジャーに挑戦をして、はい、まあ、入ってきてるけども、それってやっぱこう意識の中にありますか、だいぶ。まあ、意識、まあ、刺激をもらう部分もありますし、楽しみな部分もあるし、うん、はい、まあ、特にピッチャーが増えてきているので、うん、投げ合う機会ももしかしたらあるかもしれないので、そういう意味ではすごくなんか楽しみなところでもありますし、うん、日本人同士、僕まだアメリカで投げ合ったことないんで、うん、投げ合ってみたいなっていうか。投げ合ってみたい、はい、どんな感覚になるんだろうね。なんかバッターとの対戦はあるんですよ、翔平とかと対戦はありますけど、うん、はいはい、それってなんか、なんだろうな、そんなに違和感ないというか、うん、日本でやってた感じでできるんで。ああ、そうなん。日本人と対決っていうのは日本でずっとやってたんで、うんうんうん、はい、あれですけど、アメリカで日本人投手同士投げ合うって、うん、多分おそらくなんか変な感じに思うと思うし、楽しい感覚も出てくると思うんで、うん、なんかそう投げ合ってみたいですね。なるほど、はい、なかなかチャンスがないんですけど。なんかね、いろいろこうデータを調べてて、はい、で数値を言うと、まあ、まっすぐのスピードは、はい、まあ、メジャーの中でも、はい、そんな速くない方だと、はいはい、しかし奪三振率が非常に高いと、はい、それはやっぱりイコールコントロールなの、それとも組み立てなの、はい、コントロールではないと思います。コントロールじゃないの、はい、もちろんある程度のコントロールは必要だと思いますけど、うんうん、もう精密機械なコントロールではないと思います。え、じゃあどうして三振を取ってるの。わかんないんですけど。わかんないの。わかんないっていうか、僕は変化球ですかね。変化球ピッチャーというか、うん、スライダーと、まあ、チェンジアップって僕は言ってるんですけど、こっちはスプリットっていう。あ、そうそうそう、はい、表記されるんですけど、まあ、スライダーとスプリットで三振を取ることが多いんですけど、まあ、その変化球の組み合わせと、まあ、スライダーとチェンジアップのこう被打率とかってすごい低いので、うん、まあ、その2つが、まあ、メジャーの中でもこう上位に位置するようなボールになってるのかなと思うんで、その2つでこう三振を取る、でたまにストレートでも取るっていう感じですかね。どっちが気持ちいいの。なんか僕はもともとスライダーピッチャーだったので、日本の時はスライダーだったじゃないですか。こっちに来て落ちるボールを覚えたんで、落ちるボールで取るのはすごく嬉しいですし、憧れがあったんで、やっぱ日本で投げられなかった分。日本で投げられなかったっけ。投げてないです。チェンジアップ投げてましたけど、あ、チェンジアップ、どっちかというとスプリットよりも、うん、奥行きというか、なんていうか、サークルチェンジみたいなチェンジアップだったんで、なんか泳いでバッターが三振するみたいな三振はあったんですけど、うん、落差で三振取るってあんまりなかったんで、それはすごく僕の中では今一番気持ちいいですけど、まあ、それを覚えてからすごく三振が取れるようになったっていうのもあります、ね、それ覚えたっていうのは投げ方とか、はい、そういうものを覚えたっていうことなの。そうですね。それともその腕の振りとか、はい、そういうことを覚えたっていうことなの。もともと投げてなかったボールなので、うん、その日本で何回も練習したんですよ。その田中将大も聞いたし、岩隈さんにも聞いたし、野茂さんにも聞いたし、うん、カープの長川さんにも聞いたし、みんなスプリットが得意だったんで、うんうん、誰に教えてもらっても投げられなかったんですよ、うん、で日本の時は諦めてメジャーに挑戦して。それは何が違って投げられなかったの。落ちないんですよ。なんかブルペンだと落ちるんですけど、試合になったら落ちなくて、で打たれて、で石原さんと組むことが多かったんですけど、石原さんからサインが出なくなりました。僕の中からスプリットが消え去って、サインの中から、はい、お前もう投げるなみたいなぐらい打たれたんで、確か市民球場でホームラン打たれたんですよね、スプリット。
そこからなんかサインなくなったのかなっていうぐらい出なくなって、ああでもキャッチャー受けたら分からない、ね、通用するか通用しないかでも僕の中であもうこれはダメなボールなんだっていう認識でチェンジアップだけになったんですけど、うん、そこからメジャーに来てメジャー2年目までですかねチェンジアップでずっとやっててチェンジアップが打たれ始めたんですよ。1年目は大丈夫だったんですけど、うん、2年目にすごく打たれ始めて、それはデータ的に投げてくる確率が高いから狙われたっていうこともあるの？いや質が悪かったんだと思います。あやっぱり質が落ちた、はい、どちらかというとスライダー狙われることは多かったんですけど、うん、チェンジアップ狙われることはあんまりなくて、で打たれ始めて投げるのがちょっとなんだろうな怖くなってきたというか、きちんとコースに投げなきゃいけないと思い始めると、はい、ボールになり始めて、うん、でチェンジアップが使えなくなったんですよね、うん、で真っすぐスライダーだけだとやっぱりどうしてもピッチャーとしてしんどいのでどうしようっていう風になって、なんとかこうチェンジアップを改良しなきゃいけないなということで、うんうん、今のスプリットチェンジみたいなところに行き着いたんですけど、アメリカって試合中ベンチで試合見てるじゃないですか。その時ずっとボール持っててなんかいい握りないかなってずっと探してたんですよ、うん、その時に見つけたっていう。えどんな握りなの？今ボールあるかな、ボール1球、はい、今までこう普通のチェンジアップ、はい、サークルチェンジって呼ばれる、まあ、一般的な OK ボールとか、はいね、なんとかいうチェンジアップだよね、はい、でスプリットがおそらくこういうみんなは、まあ、フォークとか来るので、はいはい、スプリットとかで僕はなんか、はい、この握りが投げられなくて何回も挑戦したんですけど、でベンチでずっと遊んでたというか探してたらスプリットこうなのでみんなの、うん、ここに1本足したんですよ、この薬指を支えみたいなやつを、はい、ここでこうだよね、もうちょっとこの広く人差し指だけこっちですね、ここ でここは外します。もう1つかけて1つ外すんだ、はい、でここに薬指をくっつけます、はいはい、はい、これで投げます。これさ、小指が俺ボールがつかないこれはもう致命的な問題それは、まあ、小指はでもそこまであってもなくても大丈夫ですけど、はい、で親指で縫い目のところを、はいはいはい、支えて、はい、ひろかさん指短いですね。短いんだ近いんだよ。えこれでひねるの？はい、これでひねります。僕はあのサイドスピンかこの横こういう風な感じで、はい、スライダーがこっちだとチェンジアップはこっちに、こういう風にスライダーがこっちなんですけど、うん、こっちにかくで落ちるっていう、結局この支えが、はい、そうなんです、必要だったわけ、はい、これがなんか安心感っていうか、僕ってもうスプリットが投げれないっていうなんか自分の脳というか体というかになってしまっているの でチェンジアップだとこう支えがあるじゃないですか、うんうん、だからチェンジアップみたいに指添えたら投げられるようになるんじゃないかっていうので添えてみたんですよ。この薬指でしょ、はい、薬指には力は入れるの？力はただ支えてるだけなの？そうですね、ちょっと添えてるぐらいです。そこまで強くは力入れないですね。なんでこれでなんかすごいホールド感があるというか、はあ、そしたらこう抜けないというか、はいそうですね、安心感が出たんだ、はい、日本だと落ちないフォークみたいなのがやっぱ多かったんですけど、うんうんうん、支えてからあのすごく落ちるようになって、今はおそらく普通にフォークぐらい落ちてると思うんですけど、落差が、はあ、これを覚えてからもう三振が取れるようになったし、三振も多くなりましたし、ピッチャーとしてすごくこうレベルアップできたというか、もう今だったら多分僕のイメージって言われたらもうこのスプリット、アメリカだともうスプリットスプリットって言われるんで、スライダーよりもスプリットの方が今はイメージが強くなってるぐらい、一球で変わるんだ、はい、もうこれで変わりましたね。これなかったら多分今もうアメリカにいないかもしれない。本当にそのぐらい、はい、でもこう一本添えるだけで握りをちょっと変えるだけで、はい、そんなに違うもんなんだ、はい、なんですね、でこの握りで投げてる人ってあんまりいないじゃないですか、うん、今まで誰に教えてもらってもこの握りをこう言ってくれた人っていなかったんで、うん、本当もう自分でなんとかいいものないかなって探してて、でももともと手は大きくないもんね。手は小さいんですよ、ピッチャーの中でね、はい、だから挟むのも割とギリギリで挟んでるっていう感じだよ ね、はい、なんでできるだけ浅く挟んで投げようかなとかいろいろ試したんですけど、うまくいかなくて、まあ、ずっとチェンジアップでなんとかやってたんですけど。それはどのぐらいもがいてたの？いやもうだってカープの本当途中からずっと頑張って、毎年オフシーズン練習したんですけど、うまくいかなくて、はい、落ちない落ちないってなって、で今みたいにそのトラックマンデータとかなくて、回転 その軸とか回転数とか僕の時はなかったので、自分がどういう回転で投げてるとか、その落ちる人がどういう回転で投げてるとか知らなかったので比べられなかったっていうところもあるんですけど、普通にもう何年だろう、6年7年とか。でもそれをさ、いつ試したの？その登板中どうしたらいいかなって、はい、考えてて、はい、まあ、ちょうどシーズン終わりぐらいだったので、うん、今年ダメだったなっていうので来年のために改良しなきゃいけないなっていうところで、うん、最後シーズンオフに入る前ぐらいにこれかなっていうので試合で試してみた。いやまだオープン戦で初めて試したんですけど、シーズン最後の方でキャッチボールでちょっと投げていって、よしこれは来年これでいこうみたいな感じで、うん、オフシーズン入ってオープン戦で試しました。
それも手応え掴んだんだ。はい、オープン戦ではまあそこそこで、やっぱシーズン入ってちょっとずつ感覚掴んでいってですね、2019年ぐらいですかね。そうか、日本であの遅いピッチャーじゃなくて速い部類のピッチャーだったよね。はい、早かったですね。そうだよね、それもトップクラスに早かったよね。はい、だけどメジャー来たら、はい、その速さよりもやっぱその変化球、はい、いや僕はもう速い球投げたいですよ。速さはもちろん今も追い求めてるんですけど、うんうん、まあ、今でも頑張って球速を上げてるんですけど、うん、まあ、もちろん他にあの勝つ術を見出さないといけないというか、まあ、自分の長所でもあるこの変化球というところも生かしつつ、まあ、でもスピードも今でも頑張って追い求めてるんですけど、うん、まあ、メジャー来たらスピードガン出るの恥ずかしいんで、もう そんなになった、はい、もう試合中恥ずかしいですよ。九州1とか2とかはやっぱ今もうみんな95以上やっぱ、まあ、投げるよね、はい、155、6キロが基本になってきてるんで、はい、でもまあ、生命線と言われてるやっぱコントロールとかね、はいはい、でもコントロールがいいじゃない、はい、それはさコツみたいなのがあるの？感覚ですかね、やっぱ感覚なの、まあ、コツももちろんあると思うんですけど、うん、自分の中でこういう感覚で投げたらあそこに行くみたいな、まあ、それもコツだと思うんで、うん、それは何形なの、それとも指先の感覚なの？いや、もう指先はあんまり関係ないですね、うん、もう全体的なバランスと、うん、はい、まあ、指先は最後の感覚ももちろんありますけど、うん、なんでなんか流し打ちと引っ張るみたいな感覚ですかね、うん、引っ張るときはこうやって打つ、流すときはこうやって打つみたいな感覚で、アウトコースはこう、インコースはこうみたいな、まあ、こちらの感覚だと、もう子どもの頃からコントロールにあんまり困ったことないんで、正直こう、なんかなんだろうな、これをやったからすごい良くなりましたとかっていうのが難しいんですけど、うん、この前ね、ダルに聞いたら、はい、やっぱり日本人の繊細さと、この感覚、はい、指先の感覚とか、やっぱこっちにない人のことをものすごく日本人は持ってると、はい、だから日本で成功する人はこれからどんどん出てくるよっていうふうに、はい、その代わりトレーニングだとか、はい、きっちりやらなきゃいけないけどって、はい、そう思う、やっぱりそうですね。なんか日本の昔のピッチャーってどっちかというとスピードを追い求めずにコントロールを追い求めるピッチャーが多かったんですけど、ね、今ってやっぱいろんなトレーニングが出てきて、あのメジャーのこのトレーニング事情とか多分栄養学とかいろんなものが多分今日本に伝わっていってて、日本の若い選手って今トレーニングすごいしてるじゃないですか、うん、みんな体も大きいですし、うん、ちゃんと栄養も勉強してなおかつ繊細な感覚を持ってるってことは、うん、もうコントロールもいいしスピードも速いピッチャーがたくさん出てくると思うんですよね。出てきてるよね、はい、もう僕らの時代150キロ出るのが速いって言われてましたけど、今は160キロがみんな目標になってるので、うん、多分もっとすごいピッチャーがね出てくるんじゃないかなっていうのは思いますし、羨ましいです。僕も若い時からもっとトレーニングして、いやじゃあそうだね、ちゃんと栄養のことを考えてやっとけばよかったなっていう後悔も少しありますし、でも好きで毎日やってた野球じゃない、はい、毎日ティーバッティング打って、はい、毎日走って、はい、いろいろやってたけど、はい、あの頃に戻るとしたら、はい、じゃあその子供たちにこういうことをやりなさいっていうのは何かある、はい、いやちゃんとウェイトトレーニングとか、あやっぱりウェイト入れて、それはさちょっと待って、何歳ぐらいから、それも僕もなんかそこまでその何歳からがやればいいとか詳しくは分からないんですけど、まあ、高校生ぐらいからプロみたいな練習はしなくていいと思うんですけど、うん、ちょっとずつやっぱウェイトトレーニング取り入れて、うん、まあ、食事もそうですね、僕らの時とかPL 学園の時食事とかもう食べれなかったわけじゃないですか栄養しっかり取ることもできなかったですし、今だったら多分 PL はまだ食べてないちゃんと今の選手は多分プロテインタンパク質を取るとか分かるじゃないですか、ね、僕ら高校生の時とかタンパク質とかもちゃんと取らないとか、うん、多分理解してなかった、うんと思うので、うん、そういうことも今の学生たちってちゃんと理解してトレーニングしてると思うので、うん、そういうことをやっていけば、ね、すごいピッチャーたくさん出てくるかなと思いますね。まあ、その中でウェイトも大事だと思うんだけども、はい、まあ、走り込みとか、はい、そういうことはどうですか？まあ、走り込みというか走るのも全部が悪いってわけではないんで、うん、もちろん走らないといけないと思いますし、そのバランスをうまく取らないといけないと思うので、ただこう無駄なじゃあジョギング20キロ走れと か、うん、なんかそういうものってその野球のこうトレーニングに必要ないかなとか、僕らとかもそうですけど、根性論とかいらないよね。そうですね、だから僕らの時もありましたけど20キロ走とかみんなもうダラダラコンクリートの上ボワッと走ってとか、でも一番根性論をやってきた人間だもんねなんか、だから僕もそのやってきて、まあ、正直ここまで来れたっていうのもあるんで、うん、
その僕は良かったなって思ってる部分ももちろんあるんですよ。いやそれ良かったなじゃないと、はい、やってきたことだよ。まあそうですね。ね、否定されてるみたいで嫌だよね。はい、ただもう一回やり直すんであれば、じゃあランニングをちょっともうちょっと効率よくしてウエイトトレーニングを取り入れたらどうだったんだろうっていう、その少し後悔みたいなものもありますし、あの日米にと比べて、はい、一番足りないものっていうのは、はい、小さい頃からも含めて、はい、やっぱウエイトなのかな。ウエイトというかフィジカルですかね。フィジカル。なんかやっぱ僕とかも弱いんですよ、そのアメリカのピッチャーとか野手に比べるとフィジカルがどうしても、その怪我しないとかじゃなくて圧倒的にパワーがやっぱ弱い。体見てたらそうだよね、はい、倍ぐらいなんか厚みがあってみたいなね、はい、まあ、やっぱ翔平とかダルビッシュさんとかって圧倒的にフィジカル強いじゃないですか、まあ、僕もやっぱああいう風になっていかないといけないところもありますし、やってこなかったんでちょっと出遅れてるところももちろんあるんですけど、でも出遅れてるっていうのは30今年6でしょ、はい、でまだ鍛えて、そうですね、僕は始めるのがちょっと遅かったんで、はい、ここに来て結構やるようにはなってますけど、まあ、そこでちょっとなんだろうな、考え方変えられたっていうのでここまでこうなんだろうなできてるっていう部分もありますし、昔やっぱウェイトはダメだって僕も思ってた時もあったので、多分そのままの考えで言ってたら今頃もしかしたらもっと落ちてるかもしれないので、こう気持ちを切り替えられたというか、やっぱフィジカル鍛えないとって思い始めたことでこうやってアメリカでもやってこれてるのかなっていう部分はあると思います。でもあの WBC とかもね、はい、見たと思うんだけども、若手の優秀なピッチャー陣って特に多いじゃない、はい、もうどんどん来いよみたいな感じ。